ですね、こちらなんですよね。こちらでございます。いいですね。こちらですね、いきますよ。ラグビーワールドカップ2023フランス、20ユニオンズコレクション、エコバッグ、ネイビーとホワイトですよね。はい。いいですね。エコバッグですよ、要は。もうわかりますよね。どんな大きさでしょうかって話ですよ。ビブス見てな、これ。ビブス？あ、確かに。何が入ってるかわかりますよね、もちろん。なんすか？あなたの子供？私の子供、その辺にない夫婦じゃないよ、お前。入るか、お前。入れません、ここには。いいですね、この子が入ってるんですよ。この子が。この子はですね、もう、こんな、すっぽりですよ。すっぽり。でですね、おそらくですよ、ネギは斜めでここの部分使えば隠れる可能性もゼロではない。うん、ネギ、4分の3隠れるね。いいですね。氷結ロング杯。氷結ロングはもう結構入るよね。で、町があるんですよ、ほら。あ、そうだ。あれ？なんかこっちにも？次男か？この子もいるわけ。あ、え？長女？双子ですね。こっちの双子ちゃんも入ってますっていうサイズです。もうわかりますね、皆さんだね。こいつは1.8 キティぐらい、うん、こいつだったら2キティでピタッとですね、うん、いいですね、それぐらいでございます。リンゴの数は後で想像してみてください。マッチはですよ、これぐらい。結構後ろあれだった。え、うん、合ってる、うん、なん大丈夫、いいですよ、マッチもいい、サイズはいいよ、まだいいですか。デザインは両方とも同じ、いいですか。表面、まあこっち面にはカラーで20ユニオンズですよね、はいはい、ユニオンじゃねえんだよな、確か。あ、ユニオンだってな。20ネーションが海外ね、うん、これネーションね、うん、これユニオン、うん、同じですよ、同じなんだけど呼び方が違う、うん、日本の場合はユニオンなんだよ、これ習ったんだよ、うん、いいですね、綺麗にプリントで入ってますね。で、裏側がですね、こうやってですね、ワールドカップロゴを中心にこうサークル状にピッと入ってますけど、うん、裏は一色。これもあれか、え、文字順通かな。当たり前じゃないですか。アルゼンチンで始まって、もちろんウェールズで終わる。こっち回りですね。時計回り。こっちはもでしょ。ネイビーも表って、こちらはカラーで、裏は一色になっております、はい。で、もう気づきだと思います。これがついてるということは、はですよ。どうやって畳むかは知りませんが。それは気づかんかったな。気づかんかった。こういうことですよ。どうやって畳むんだろうね。俺こういうのセンスないって知ってるでしょ、みんな。なんかアホじゃないよ。笑っちゃった今。こうやってですね、ぶっ込むんですよ、うん、もうぶっ込めいいんですよ、こんなもん。これで入ってなかったの珍しいね、この形で入荷 入荷してきた時に入るんですけど、入れ方はもう皆さんですね、ご自分でやってください、うん、この形になって、忍ばすとこですね、自分のバッグに、はい、それでお買い物したらピピッと出してですね、このようにしてですね、こうなりますよと。はい、ね、はい、でメイドインどこだと思います、こちら。ジャパンです。そうなんです、よく知ってますね、メイドインジャパンなんですよ、うん、そこもちょっとねポイント高いよね、うん、まあ、日本安心の日本製でございますからね。はい、でこれで売れるだろうな、すごく。で、素材がこの伝わる、これシャカシャカして、そうそう、裏側にこういうあんじゃん、網目になってるシャカシャカってよくあんじゃん、うん、なんていうんだろう、これなんか違うと思うけど防水仕様みたいな、よくレインコートとかにこういうのなってんじゃん、なんかぽいかも、なんかナイロンかな、なんていうのこれ、シャカシャカしてる、シャカシャカだね、シャカシャカ、もうじゃあシャカシャカにしよう、シャカシャカ素材です、うん、シャカシャカ素材知りてえな、なんかこれになんかタグがついてもらったっけ、あーっと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 ね、はい、タグが全部を語るんですよね、こういう時は。はい、ポリエステルです、ポリエステルかいんだよ、いいですね、ポリエステル 100% でございます。で、強度はどうだろうか、書いてないんですよ、これたまに書いてあるんですけどね、あのリッター数とかそれ書いてないんだけど、何キロまでとかね、うん、そうそう、だそれこそあなたみたいにストロングゼロとかを10巻とかやったら、ストロングゼロは飲まない、本当に、うん、もうストロングゼロを飲んで酔えねえんだよって言って人俺にいるんですけど、一人埼玉の M さんで、その人はもうやばいと思うよね。ストロングゼロっていうのはもうあれですからね、タバコとかより先にあのなんか禁止するべき論っていうのもあるからね、あまりにも濃度が高すぎて、うん、
あれ危ねえ。危ないですよ、うん、あの危ないものは飲んじゃダメだってこと分かった、返事は。はい、よし、いいか、もうすぐ登場。危ないものはやるなってことです。畳が大変だから分かんないですよね、うん、まあ、いい、入るものがいいからな。いいんですよ、いいですか。というわけでですね、あのでこちらね、多分だよ、俺の予想言っていい、どうぞ。ものすごく早く売り切れると思う。でも結構入ってきてますよね。だがしかし売り切れちゃって、次回入荷がないんですよ、ほとんどこの人たち。うん、あ、今来たから。いやいや、もうあの、あ、ここだけの話ですけども、これ最後のオーダー締め切られてるんで、うん、昨日でね、うん、でそこでつけた分しかもう入ってこないんで、うん、もううちの場合はですよ、これはちょっと入ってくるな、うん、ちょっとね、本当に入ってくるけど、もうなんか、もううちのちょっとって多分数千ぐらいなんだけど5000ずつぐらいしか入ってこないんで、そんなの多分3日あればもうペッて消えちゃうと思うんで、それぐらいですよ。皆さん、あの気をつけないと、パパパってすぐ消えちゃいますからね。叩かれるよ。5000ずつぐらい入ってきますからね。5000ずつ入ってきたらもうどうしようかね。エコバッグって日本に5000あるのかな。ないんじゃない。そんなに作る能力があるのかっていう、その工場にね。です。いいですね。いや、作る能力は絶対ありますよ。ラグビー界じゃなかったら今満タンですから、はい、ジャニーズとかになったら一晩で何万ですから。確かに何万とこですから、それはありますよね。まあそんな話はどうでもいいんですよね。ちょっとですね、これ日本から入ってくるグッズすごくクオリティ良くて、好評いただいてるんですけども、ちょっとそのメーカーさんとの仕入れ状況っていうのがあんまりうまくいってないって言ってるんだけど、一回入ってきてしばらく入ってこないっていう、うん、こういう感じなんですよ、うん、で3回ぐらいしか入ってこないで終わりって感じなんで、もしかしたらご希望のものがないかもしれない。がしかしだよ、この辺のものに関してはうちではなくても分かるか入るから、多分、ね、ので、まあ、ないなと思った方はですね、ぜひ探していただければどっかで売ってるかなっていう気はしております。ただですよ、うちでしか売ってないものも、うちの場合多分ね、俺今ざっと計算したけど 65% ぐらいかな。ん、独占してるの？独占？ちげえよ、うちで売ってる 65% ぐらいは多分ほぼうちでしか売ってないってこと、うん、35% ぐらいは普通に仕入れてるから他でも買えるけどっていう話になってますんで、うん、35の方は どこで買っても同じですからね、うん、65の方は一応うちでしか多分売ってない方とかありますので見ていただければというふうに思っております。で、そう、この前ね、メールマガジンの話したんですけれども、はいはい、売上上位ランキングみたいなのが入ってるんですね、うん、あ、まあ、今週のね、うん、みたいな、で入れてるんですけれども、ぶっちゃけ話、ここだけの話とかもさせてもらうと当たり前なんだけど、例えばこれがバーンって売れるといきなり在庫ゼロになっちゃって、うん、で在庫ゼロのもの乗っけててもしょうがなくねって話もあるわけよ、うん、確かに、入荷もしないのに、そうっすね、するんであればいいんだけど、でそういう場合はそれ切りますからね、うん、切って次の時点に繰り越したりとかしてるんで、それは完全にじゃあ本当に一番買ってたらそうじゃない場合もありますので、そこだけはですね、ご了承いただければというふうに思って、アンドウェブだけじゃない、東京店とか、はい、菅原店とかのも集計して出してるんで、ウェブだけって感じじゃないので、ご注意をしてください。どうでもいいですかね、そのね。はい。というわけで今日ご紹介したのはこちらですね。20ユニオンズの、はい、エコバッグ。日本企画品ですよね。はい、大人気商品となってますので、私はこの動画アップするのにもうないかもしれないけど、これ次回入荷もありますので、絶対欲しいって方はですね、再入荷待ちのコピッと教えて、メールアドレス登録していただくと、入荷次第、メールが一挙になっております、はい。よろしくお願いをいたします。では